こら辺にバッカス、ここか？あ、違うな。剣山、あ、どうなんだろうね。あ、キリュウ、あ、なんか始まったストーリー。あの、助けてください。はい。おいこら。お、こっちがその剣山に溶けてしまうじゃん。うん、はい、ハヤトさんいらっしゃい。だし知りません。うん。勝手なこと言わないでよ。はい。いいからこっち置いてって。何もしないんだからさ。絶対なんかするよ。嫌です。何？痛い、大丈夫？このヤコ。マイちゃん、こっち渡せよ。で、トゲは成長する。なぜ？矢口は、マジで？しかも長い。口の聞き方を教えてやる。おう。なんだよ。そんなんでビビると思ってんのか？消えなさいよ、この酔っ払い。サーモンだ。知るか、ナップス。あ、いなくなっちゃった。誰この人？ありがとうございました。あの親父、超しつこくって。私、マイって言います。マイ。あの、うん、もしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。うん、お礼に一杯おごらせてもらえませんか？美人の誘いは断らないようにしてる。断る。美人の誘いは断らないことにしてる。言うね。そんな美人だなんて。いいなぁ。よかった。経営趣味の始まりか。やるならホイホイついていくんだろ。もちろん。さよなら私は死を覚悟するよ。さよなら私たちを落ち着け落ち着け。ここ。私のなんか5円玉とか50円玉とか穴の開いたケースで取れるみたいな言い切るな。あら飲んじゃダメですよマジで。あー失礼。酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。あーマジですか。気をつけるようにはしてるんですけど。おーいやいやいや、もういいんじゃねえかって。あれ安心して飲めちゃうかも。あら私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点、うん、お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。あ、ダメだ。俺もそういうこと言われたらもうダメだ。前のことどう思います？可愛いよ。俺に惚れるってやけどするぜ。まだ、可愛いよ。可愛いよ。食べちゃいたいくらい。本当ですか？キリュウさん言うな。恥ずかしい。あのキリュウさんから、あのキリュウさんから食べちゃいたいくらいなって聞こえると思わなかった。食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。うわー、R-18 枠大丈夫かこれ。え、待って、この酒なんか怪しくねえか。遠慮しないでね、うん、前のおごり乾杯しよう。二人の熱い夜に。あー、乾杯しよう。美人曲待ったなし、腹筋だわ。美人曲待ったし、待て。キユウはいつもよう食ってるだろ。いつも春食ってる、食ってる言うな。嫌な予感が。すごい強いのね、お兄さん。まさか あっちの方も。うわぁ。私ね、お兄さん。うん。ここんとこついてなくてさ。ほう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 。男運が悪いっていうか。うん。でも、それも今日でおしまい。かもね。ちょっとクラクラしてねえか、キリュウさん。大丈夫？もう一杯。もう一杯来た。二杯目？行くか、二杯目。私、うん、今夜はいろいろ忘れたいな。だから、もう少し付き合ってね。大丈夫かな、はい、ああ。口数減ってきてねえか、ちょっとずつ。乾杯しよう。大丈夫か？ちょっと今、それどころじゃないんだよな。キリュウさん。素敵。キユウさんゲームによっては酒飲み発揮だけでニヤリって笑うんだよ。イカラク、38のレス。あ、やばい。あ、みんなには見えていないコメントだよ。危ない匂いがする。やばい。38コメント中です。どうかした？お客さん、大丈夫ですか？やばい。やばいかも。頑張れ。意識を保て。あ、おい。なあ、あんた、大丈夫か？マスターが笑ってるぞ。やられたな、あんた。え？あの女、ぼったくりのキャッチだったな。この町じゃよくあることさ。なあ。ま、勉強代だと思いなよ。え、まさか。え、いくらぼったくられた？ちょ、正直。あスカンピンじゃねえか、俺。はあ、これが丘の現実、わら。スカンピン？え、ゼロ？うっそん。断っときゃよかった。だから飲んじゃダメって。いや、でもやっぱり動画的には飲みたいじゃん。
や俺美人の誘いは断れないんだよ。ゼロ全部持ってかれた。マジでちょっとおい、まあいいや、本編進めよう。え、なに、おいおい、マジか。うわ、マジか、なんだこれ。いや、ダメだろ。よし、カツアゲしよう。ヤクザから。ヤクザから。いや。うわ、頭死ぬかれてる。うわ、グロテスクだな、この子。うかくんひどいことするな。ひど、俺何もやってないよ。俺ただぼったくられただけだぞ。さて、払い手のカツアゲですね。払い手のカツアゲ。何があった？私が来たら、みんな、もう。うわぁ。何しにここに？お母さん探して。はるかさん家のせいで。いろんなとこで。はるかさん家のせいで言うんじゃないよ。お前。まあ、雰囲気台無しじゃねえか。名前は。とにかくここを出るぞ。これ、シャレになんねえだろ。三人死んでるて。あ、電話出ましょう。はい。うん。おい、キリさん来るの遅いから、俺の彼女舞台終わった。あ、舞台ごめん。ちょっと、どうしようか。ついてくるんだね、この女の子は。どこへ向かう？あ、先へ進んだ。どうすんのこれ。あ、え、何？なんだ？あ、犬。あら、やだ、かわいい。ちょっと、何してんだよ。何を言ったっしょ、今の。残酷だな。もう早くとどめさしちゃえよ。じゃあ、次俺な。やめて。やめてよ。あ、ここは、キリュウさん行くか。おぉ。命中力がいるんじゃない。ぼわー！よっちゃん！おい、大丈夫かよ！よっちゃん。何？あんた。俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。そりゃそうだよな、あの、葬式場で。お前らは葬式場で暴れて、全額、稼がれるんで。そうそうそう、美人君に渡しな、本当に。筒持たせか、筒持たせ。おじさんの方だよ。あ、なんか結構ここは美人曲って書いてどう読むかっていうのは結構ありますからね。ああ、やっちゃったな。あれ読み方筒持たせていいんだよね、あれ確か。アイブキゲットゴルフクラブ。痛い。ああ、首折れた。筒持たせてね、やっぱよかった、よかったが、ちょっと不安になっちゃったからさ。やばい、テーブルがバレちゃう。ハルヒ曲やめなさい。すごく痛いから。それも間違えて誰かに言っちゃったらさ、やめろ。うわって首が。よくあれやられて死なないよね。すごいよこの木村って人。特に全部持ってかれ。そうだよね、キルさん的にはそれだよな。もしかしたらそのミッション全部持ってかれてなかったら、なんか。ああ、グーパン効くのが最後する。なるほどね。確かに強っ。だからこれ喧嘩番長とかじゃなく、よっかだいぶ楽でこうなんでしょうね。シャバドとかないから思いっきりやれますからね。よし、撃破。うわー、雑魚が。まあ、さっきのはサブストーリーですし。ああ、サブストーリーなんだ。あのさ、なるほど。ぼったくられた分、これで、今ので、ちょっと発散しろよみたいな感じなのかな、きっと。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。そうか、じゃあ俺の持ってる回復剤をくれてやる。お前、悪夢だ、悪夢。母親はどこにいるんだ。子犬に回復剤、薬を与えるって。わからない、うん。今日ずっと探してたんだけど。家は。わかんないのか。お前、家がない。犬のおまりさんいないでしょ、これ。黙って出てきた。そうだよね、なんかこう、
俺もし、ありえないけど、もしなんかこう、そういう、そういう世界の人間だったら、キリュウさんみたいな男の下につきたいよね。迷子の迷子の子猫さんのあなたのお家はどこですかって。お家を聞いてもわからないって。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、うん、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。そうだね。仕方ない。モルネキューさん。でもほっとけないよ、おじさん。この犬を助けろ。いい人だな、なんだかんだ、キリュウさん。どうすんのこれ。え、どうすればいいのこれ。犬を助けろと言われても。うー、寒い、ガタガタ、無視。あ、待って、待って、今の女。まさか。ごめんなさい。許して。私、ただの使い走りなんです。今ならこの間のお店、終了まであと4分になりました。そっちに。それじゃ。ああ、なるほど。これはこれは。あららら。この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。いやーね、ちょっと。あれからちゃんと家に帰れました。その借りを返しに来てやったんだ。その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、うん、お帰りいただくほかねえやな。やっぱそういう筋なんだな。上等だ。まあここで一気にちょっと全額返してもらおう。一度ね。バー店員なんだあいつら。おい、店員っていう雰囲気じゃねえぞ、どう考えても。行こうか。こんなに武器がたくさんあるところで最高じゃねえか。酔っ払いもいんの？なぜ酔っ払いが？店員ごつい。それを本当な？あと3分になりました。痛い痛い痛い。おう、マスターすぐ倒せそう。割とマスター序盤で倒せそう。繁華街だから仕方ないね。皆さん気をつけてくださいね、こういう。ドンキで買い物。ドンキあるんだっけ？ドンキあるんだったらちょっとさすがにそこでやりたいけどね。うわ、くらい。あとちょっと。よし、射撃派。はい、全額返してもらうよ。はい、さっきね、ドンキあるんだ。ちょっと行こうじゃ、ドンキ。そうね、つつもたせ。うん。わかった。あんたの勝ちだ。はい、全額返して。もう勘弁してくれ。うん。口ほどにもねえな。うん。はい、座礁ですが、ご迷惑料ということで、こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。終了まであと2分。無理だな、もっとよこせ。無理だな。もちろんこれだけじゃありません、うん、お耳寄りの情報がありまして。あ、ラッキー。あるラーメン屋の地下に、うん、秘密のカジノがあるんです。ああ、なるほど。デイの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。あ、それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうも、すいませんでした。これで全部返ってきたのかな、お金。どれ、経験値100、まあ、1000は1000ね。あ、お金やった、10万に増えた。ラッキー、イエーイ。悪かったね。もらうぜ、さっき言う。おい、10万ってって思ったけどね、正直。どうしよっか。ちょっとホールドグレードアップはしようかな、じゃあ。お、いいね。敵がつかみから逃げづらくなる。これ大事。いくらだっけ？でもこれオンラインのやつで、オンラインの、プレイステーションネットワークのやつで全然安くて、いくらだっけ？調べられてくるとごめん、覚えてない。ドンキ行こう、ドンキじゃ。ドンキホーテで買うんだよね。いや。ドッグフード。どうだ、ドンキホーテ。ドンドンドンキドンキホーテ、1500円。あ、オッケーオッケー。あ、1500円で、そういうことね。ドンキ南です。ドンキ南。どっち、南だから下の方か、こっち側か。こちら辺？この、あった。T がある。まあ、タクシー、まあ、いいや。
とりあえず、反対側の方向だな。こっちへ向かえばいいんだ。じゃあちょっと買ってこよう。よーし。今分かったこと、うかくん迷子病？最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。